バベル裁判所。私の名前は赤木圭作、東京地方裁判所の裁判長だ。被告人に情状酌量を認め、懲役5年、執行猶予3年を言い渡す。ありがとうございます。善人も悪人も法の下に公正に裁く、それが裁判官のあるべき姿だと信じている。私には裁判官の父がいたが、暴漢に襲われたかい。厳正中立だった父の精神を受け継いでいる。だが世の中には法の裁きを免れる悪辣に長けた外道も存在する。裏が取れましたよ、赤木さん。では行こうか。ここはそんな外道に提示された証拠ではなく、真実をもって裁きを下す闇の法廷。なんでだ、俺は執行猶予のはずだろ。やかましい。貴様のような悪鬼に死以外の判決は認めん。巧みに法の抜け穴をついた悪を裁くのだ。だが私とて疲れてしまう時もある。そんな時は、かわいいてちね。最近私はとある猫と仲良くなり、飼うことになった。あ、赤木さん、やはりこの子は皮がいいな。皮いいだな、そう思わないか、梅野くん。はあ、思春期の息子のエロ本を見つけた気分です。そんな和やかな時間も終わり、数日後私は新たな事件を担当する。被告人は多数の犬や猫を無差別に殺害しました。許さない、許さない。被告人の名はバンバという男だった。事件内容は、死ね死ね、脳なしの愛玩動物どもが。お前らは人間様に生かしてもらってるんだ、なら殺すのも人間様の自由だはずだろ。ほら、これでハリネズミの完成だ。通報したのはこの女性。飼い猫を歩かせていた時に矢が飛んできたという。チェコ、なんでなんで矢が、チェコチェコ。一発で死んじまうとはな。首を貫かれたチャコは死亡。被害者の通報により警察の警戒は一層強まった。しかし被告人はその後も手を緩めることなく。痛いな。でも残念、俺には下等生物が何言ってるのか分かりません。そのまま死んでください。おい、見たぞ、あいつだ。こうしてバンバは逮捕された。妙にあっさりと逮捕されたという。それもそのはずである。被告人を器物損壊罪を適用し、懲役1年6月、執行猶予2年とする。器物損壊？現行法においてペットは物である。残念ながら殺害したとて大した罪にはならない。平定死席を立ったその時、器物損壊って何ですか？執行猶予って、チャコは物じゃない、家族なんです。あいつは私にとっては人殺しも同然なんです。こんなの納得いかない。嘘よ嘘。私とて愛する猫を飼う身だ。無論被害者の気持ちは痛いほどわかる。可愛いなあ。本当に父が亡くなり、私が一人になって初めての家族がこの子だった。この子が無残に殺されたらと考えただけで心に鬼が宿る。だが法は法なのだ。しかし不可解な点はあった。被告人の様子が少しおかしくなかったか。ええ、二人は初対面だと供述していましたが、被告人の瞳孔が開いていました。単純ですが、これは好意を寄せる相手を目にすると起こる生理現象です。他にも被告人が被害者に好意を寄せるサインが20ほど。よし、調べてみてくれ。承知しました。バンバは被害者と同じ大学に通っていて、マンションも近かった。これはバンバは被害者に強い執着を持っていたようだ。わかりやすい男である。そして調査を進めると、事態は最悪の方向に転がっていく。赤木さん。どうした？被害者の女性が亡くなりました。なんだと？チャコの元へ行きます。遺書にはそう書かれていた。遺書の続きには検察や私に対しての恨み事が綴られていた。チャコの遺体は証拠品として返してもらえなかったらしい。行きましょう。もう少しだけ。すまない。言葉が通じなくとも、心通じた家族の尊厳を奪われた絶望は、私には計り知れなかった。実際にペットを亡くしてうつ病を発症したり、後追いしてしまう人は少なくない。これをペットロスという。ペットを飼ったことがない人にはなかなか寄り添うことが難しいだろうが、とある調べでは程度の差はあるが、9割の人がペットロスを感じたという。ペットを大事に思う人にとっては家族そのものなのだ。梅野の調べでは、被害者の住んでいるエリアで不審な自殺者が急増しているとのことだった。いずれも一人身の老人や若い女性など、これらはおそらく奴に家族を奪われた悲しみで。あれ、徹底的に調べ上げます。梅野は真実の究明のため調査に奔走してくれた。この方のご学友ですか？はい。そして私は職務を終え帰宅途中。お前はいつもここにいるな。どうだ、お前もうちに来るか？慰めてくれるのか？
青天の霹靂とはこのことか。突如飛来した矢に私の体は全く動くことができなかった。貴様バンバだな。今はこの子を助けることが先だ。私はバンバを梅野に任せ駆け出した。動物病院に駆け込んだが、すでにその小さな体は冷たくなっていた。痛かったか。辛かったな。クソクソ、私があの時矢に気づけていたら。すまない。しかし残念ながら現行法であの男にはせいぜい懲役5年しか科せないのである。だがこれが法なのである。しかしその時梅野から報告が入る。何？小さく尊い命を己の欲のために踏みつけにするとは、取り返しのつかないことをしたと分からせてやるしかないようだ。貴様には帰国収集たる壮絶な死に様をくれてやる。ねえ、ここはどこだ？これより裏裁判を開始する。お前は裁判か？なんだこれ。黙れアキレ。貴様の悪逆は真実をもって裁く。被告人は被害者泉彩に恋愛感情を持っており、交際を断られたことに逆上、被害者を自殺に追い込むため飼い猫を殺害した。よって死刑を求刑します。あの女が死んだって？しかもそれが俺のせいだと？何言ってんだ。検察官、証拠を。はっ、こちらをご覧ください。皆さんご存知の通り、この男は被害者女性に常軌を逸するほどの好意を抱いておりました。いつも後をつけていたことから学内で噂になっていました。被害者女性は男女の交際が激しく、次第にそれに劣情を覚えた被告人は、あいつら許せねえ、殺せ殺してやる。しかし通常の殺人だと罪は重い。そこで目をつけたのがペットの猫だというわけです。違いますか被告人？知らねえよ。ペットを殺したぐらいで自殺すると思わねえだろ。嘘をつくな、このゴミが。被害者は幼い頃両親の離婚で祖母に引き取られ、祖母も亡くなり、その時子供を埋めてくれたのがチャコ。男女交際後心が乱れがちな被害者からチャコを取り上げたらこうなるのは分かっていたでしょうが。間違いないか？はい、間違いありません。なぜ他の猫を殺した？カモフラージュです。決まりだ。殺人における未必の故意があったと断定して貴様を死刑に処する。助けてくれよ。お前表の裁判では死刑判決出さなかったじゃないか。なんで黙ってるんだ？なんか言ったらどうだ？なあ、下等な生き物の言葉は私には通じない。キャンキャンわめいてないで首輪でもつけておとなしく死んでおけ。午前4時27分、バンバの刑は執行された。地獄で貴様が猛襲の果てに殺した者たちに詫び続けろ。後片付けはお任せください。こうしてまた一人アッキが真実をもって裁かれた。後日バンバは自らの罪を悔いて自ら決断したと報道がなされた。その遺書には被害者のアヤを自殺させるためにチャコを殺したこと、そのために多くの動物を殺したことが記されていた。しかし依然として動物は物、感情と法律の間に隔たりがあることは否定しない。その後一件落着し花を手向けに向かった。どうか安らかに。どう？なんじゃ？最近なんかここで大事故とかあったっけ？はて。次回のバベル裁判所は、30円盗んだ冤罪で70年間囚われる。被害者の男は30円を交番に届けようと拾ったら、なんとそのまま70年間も拘束された。実話を元にしたストーリーというのが恐ろしいポイントだ。次の動画もお楽しみに。チャンネル登録をして見逃さないように。